始まり始まり、今日の焦点北九州。お題は北九州市子ども電子図書館。4月に開設された電子書籍の図書館です。スマホやタブレットを使って手軽に電子書籍を借りることができます。電子図書館を利用するには ID とパスワードが必要です。北九州市立の小中学校などに通う児童や生徒は学校を通じて提供された ID でログインできます。その他の人は ID をメールで申請することができます。詳しくはホームページをご覧ください。子ども電子図書館にはドリルや図鑑、小説や絵本などいろんな種類の書籍を揃えています。夏休みのうちに1学期の復習もしたいし、たくさん本も読みたい。でも外は気温も高いし、図書館は家から遠いからな。そうだ、こんな時の電子図書館だ。ドリルを借りて友達と一緒に勉強。家だと周りを気にせず友達と相談しながらできる。何を読もうかな。お、読みたかった小説がいろいろある。24時間どこからでも電子書籍の閲覧、貸し出し、返却ができます。忙しくて図書館に行けない時も便利。電子書籍はジャンル別に検索することができます。貸し出しは1人3冊まで、本の予約も1人3冊までできます。本を読み終えたらネットで手軽に返却。また貸し出し期間を過ぎると自動返却されるので返却し忘れることもありません。さて、小学校4年生の坪井涼河君、毎週電子書籍を借りてるそうですよ。家でいろんな本を選べると楽しかったです。ちなみに子供をターゲットにした公立の電子図書館は全国で初めて。電子図書館では文字が拡大できるものや音声や動画が流れるもの、図書館には普段置いていないドリルや参考書なども借りることができます。今後も蔵書を増やしていきますので、多くの子どもたちにですね、末永く愛される電子図書館としていきたいと考えております。今日の焦点、いつでもどこからでも借りられる北九州市の子ども電子図書館。本の好きな子ども、ブックブック増えるかも。